どうも、日常系 YouTuber、 いや、結婚できない男系 YouTuber のなりきょです。さあ始まりました。今日は俺の春夏のおパンティーちゃんたちを紹介するぜ。以前作ったクローゼット紹介動画が評判良かったので、今回春夏のパンツだけを紹介する動画作りたいと思うぜ。この動画はおそらく 3,4 時間ぐらいの長丁場になるとは思うんですけど、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。倍返しだ。さあ、ということでね、やってまいりましょう。それではオープニングスタート。さあ、それでは始めてまいりましょう。さっきのテンションは何だったんだというぐらいのテンションなんですが、真面目にやっていきたいと思います。じゃあね、まずね、クローゼットのパンツ紹介動画なんですけど、今日は、結構数が多いので20着ぐらいあるのでね、1本1分単位でも20分の動画になってしまうため、もう結構足早で着用動画も載せつつ見せていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速ね、もうこっち側からどんどん順番にいきたいと思います。はい、まずこちら。こちらはですね、 2018SS のオーラリーのチェックパンツになります。これはね、めちゃくちゃいいんですよね。これ超とか言っちゃった。これすごい気に入りすぎて、履きすぎて、最近ここの穴開いてるのをね、見つけてしまいまして、修復したんですけれども、はい、こちらね、素材がね、100% シルクリネンという、かなりね、生地が、スルスルとね、綺麗な、肌触りのいい生地となっております。着用動画も載せておきます。こんな感じですね。やっぱりオーラリーはね、すごいシルエットがもう抜群に綺麗なので、クラシカルな要素の中にも現代風な今っぽい要素を取り入れた絶妙なサイジングがとてもね、スラックスとかはね、オーラリーめちゃくちゃいいので、すごい気に入って履いております。はい、さあどんどん行きましょう。じゃあ続いてはこちら。こちらはですね、ビームスラングラーの別注のランチャードレスパンツですね。これは先日買って動画の方を見ていた方いるかと思うんですけれども、こちらはね、かなりいいですね。で、サイズが思っていたよりもウエストが大きくて、丈感はちょっとね、小さめというか、若干その、短めだったんですけれども、これ着用動画の方を載せるとこんな感じですね。ベージュの色味がいいですね。ベージュのこういうスラックスって意外と持ってない方多いと思うので、一個あるとね、とても春夏に重宝するアイテムじゃないかなと思います。はい、こちらはラングラーですね。さあどんどん行こう。こちらはね、メゾンスペシャルっていう知り合いがちょっとねプレスをやっているブランドなんですけれども、セットアップでね、ジャーナルスタンダードファニチャーの動画とかで着用しておりました。結構ワイドなスラックスで、かなり太めなんですけども、シルエットはねストーンとした、今動画で見せていきますが、こういう感じのちょっとワイドスラックスですね。これはね、単品で履くことは結構少ないんですけども、セットアップで履くことが多かったですね。ベージュのやっぱりパンツってね、1個持ってるとすごいいいです。おすすめです。はい。で、今回ね、春夏アイテムのご紹介なんですが、少し若干、めちゃくちゃ気に入ってる秋冬のパンツも少し紹介していきますので、そのあたりはご了承ください。はい、じゃあ続いてはね、こちら。ニードルズのトラックパンツ。これ以前にもね、紹介していたので、カーキと、もうターコイズブルーのブラック。この2着がもうヘビロテですね。ちょっと数増やしたいんですけれども、なかなかね、気に入るニードルズの色味のトラックパンツって意外に出てなくて、この時、多分2018ぐらいかな、のやつなんですけど、かなり気に入って履いております。このトラックパンツでね、クラブに行った時に、以前もお話したんですけど、
あのボディーガードのね、ガードマンの人にね、あのジャージはちょっとダメだよって止められちゃったりとかしてね。なのでクラブ行く人は気をつけてください。これトラックパンツも一応ね、ジャージなんでジャージとみなされてしまいます。はい、まあ、着用動画はこちらですね。さてさて、まあ、今回ね、前回クローゼット紹介、全部紹介の時にもパンツの紹介はかなりしていて、そちらで細かく説明しているので、そっちの方もね、見ていただけたらと思います。じゃあ続いてのパンツはこちら。こちらはですね、だいぶ味が出てきましたね。これはコモリのベルテッドデニムかな、ブラックです。割とかなり履いているので、だんだん色落ちもいい感じに出てきております。はい、このシルエットはすごいね、やっぱもうめっちゃいいですね。コモリの大人っぽいやや太めのシルエットなんですけども、着用動画こちらです。これはね、いいんですよね、本当に。で、やっぱりコモリのデニムとかはね、結構太めなもので、これサイズ3なんですけれども、太めなのでね、あの太めに履くのが個人的にはいいんじゃない。スターバックスのカードも出てきちゃった。履くのがいいと思います。はい、着用動画よかったら見てください。今回ちょっと説明これ早すぎかな、大丈夫かな。はい、じゃあ続いてこちらはね、秋冬のものなんですけども、オーラリーのカーキのスラックスになります。こちらはセットアップで買ったものですね。ただこれ意外とこれに、T シャツとか合わせてもすごいかっこよくて、着用動画ちょっとの見せて載せていくんですけども、このような感じですね。やっぱりね、オーラリーのスラックス、これも2018の AW のアイテムですね。結構2018のアイテムかなり買っていたんですよね。サイズはこれ4になります。オーラリーは基本的に僕は4を着ることが多いです。これもね、細すぎず太すぎず絶妙なストレートのシルエットのスラックスがね、かなりあのドンピシャでございました。で、結構ちょっと今ね、細身のブラックの綺麗な形のスラックスを探していて、オーラリーとかで今季あったらいいなと思って狙っております。さあ続きましてはこちら。あ、結構ペース早いかな。これちょっと説明軽すぎだろうっていうコメントをいただいたら申し訳ございません。こちらはね、はい、ニードルズのね、これ秋冬のアイテムなんですけど、春夏でも意外と履けるので、これも紹介しています。これは2017の SAW のアイテムですね。これ総柄のパンツといったらニードルズといった感じで、かなりね、柄パンってなかなか合わせるの難しいかと思うんですけど、意外と合わせやすかったりするので、ニードルズの柄パンはね、今季もたくさん出ているのでおすすめでございます。着用している動画はこちら。シルエットがすごい綺麗ですね。トラックパンツより若干細いんじゃないかなといった印象でございます。このね、ブルーの柄がすごいかっこいいですよね。幾何学的な柄で、これはめちゃくちゃ気に入っております。セットアップで着てることも多いんですけど、これは T シャツと合わせたりシャツと合わせたり、単品でもかなりインパクトがあるので使えるアイテムでございます。ニードルズはね、あのフリンジパンツはね、メルカリで売ってしまいました。なかなか合わせるのが難しいのと、フリンジがね、引っかかって、電車で引っかかって事故りそうになったんで売ってしまいました。あれ、いいアイテムだったんだけどね、ちょっと後悔ですね。これね、2019の SS かなのリネンパンツでございます。ネイビーのリネンのスラックスという、なかなか珍しいスラックスになるんですけれども、やっぱりオーラリーはね、リネンの素材でスラックスを作っても抜群にシルエットがいいですね。これ先月のメンズノンノのユニクロのコーデの時にも履いていたんですけれども、着用動画はこちら。これはね、本当いいですね。で、オーラリーのサイズはもういつも4を履いてるんですけど、だいたい丈長いんですよ。皆さんオーラリーのパンツ買ったことある人分かるんじゃないかなと思うんですけど、結構丈が長いので、お直し屋さんで裾上げをしてもらって履くことが多いです。このね、ネイビーのリネンパンツめちゃくちゃいいですね。今季も出てたよ ね、ベージュとネイビーで出てて、オーラリーのリネンパンツはね、もう神がかってる。はい、続いてこちら、まあ、こちら今回またね、あの秋冬アイテムなんですけれども、これは前回もご紹介した時にかなり気に入ってるということを伝えていたんですが、カラーの 2018AW のカラーのワイドスラックスでございます。着用動画も同時にどうぞ。で、これはね、この生地が本当にもう上質なウールの生地ですね。薄手のウールなので、まあ、春夏、夏はちょっと履けないんですけれども、ちょっとこう涼しくなってきた秋口とか
にかなり重宝するスラックスでございます。もう形がね、ドレープ感とかシルエットがすごいね、カラーのワイドスラックスはいいので、今季とかもね、ちょっとまあ今季見てきたんですけど、なかなか買えそうなアイテムはなかったんですが、このねステッチが入ってるんですよね、ここにピピピピッと。でワイドなね、濃いグレーの色味ですね。このスラックスはめちゃくちゃ気に入っています。はい、さあ今半分ぐらいかな。じゃあどんどんね行きたいと思います。じゃあこちら、はい、これはね、あの去年の秋冬で購入したスタジオニコルソンのネイビーのワイドパンツでございます。これはやっぱりもうめちゃいいですね。これ履いてる人多いと思うんですけれども、定番ではないのかな。今季はこの同じ感じが出るかがちょっとわからないんですが、スタジオニコルソンのアイテム僕は一つしか持っていないんですけども、このワイドパンツはねめちゃくちゃ気に入って履いておりました。でも厚手なのでね、ちょっと春夏には若干履けないんですけども、サイズは S ですね。着用動画も同時にどうぞ。これはねシルエットが独特な、やっぱりニコルソンならではの独自のシルエットがめっちゃいいっすね。かっこいい。ぜひね参考にしてみてください。はい、では続いてどうぞいきましょう。はい、こちらはね榊のパンツでございます。これはねもう榊ブランド休止になってしまっているので手に入らないんですけども、まあ、これは結構思い入れのあるパンツで、あのすごいよくしてくれていたカプリスっていう中目黒のショップの、オーナーさんにまあこう売ってもらったんですけどね、これいいんですよね。生地がね着物の生地を使ってるっていうちょっとジャパニーズモダンなパンツになっておりまして、一回ねあの自転車でめちゃくちゃ漕いでたら裾をビリビリに破いてしまったんですけども、それをお直し屋さんで綺麗に直してまた履けるようにしております。このパンツはねちょっと着用動画どうぞ。いいんですよね、なんかワイドな感じなんですけども、そこまでなんかルーズすぎないバランスというか、さすが榊、ザ・榊といったところでしょうか。では続いてこちら、はい、こちらはですね古着のラングラーのランチャードレスパンツですね。先ほどベージュのラングラーとビームスコラボはあったんですけど、これは本当にただの古着のラングラーのパンツを、これはメルカリで購入しましたね。着用動画はこちらどうぞ。でラングラーのね元のベースのランチャードレスは本当にあのシルエットがめちゃくちゃ細くて綺麗なので、とてもね もも周りのすっきり感がビームスのものよりも古着のこちらの方が、すっきりした印象です。シルエットはねこのようにやや細身ですね。で少しこうフレアがかってるパンツで、すごいあの足の長さが足が長く見える、そんなパンツでございます。ブラウンってなかなか選ばない色だとは思うんですけども、結構ブラウンのパンツっていうのは使えますね意外と。ブラウンのパンツっていうのはね、まあ、これも夏っていうよりはちょっと夏から秋にかけてといった感じなんですけども、非常にあのシックな装いになるのでおすすめでございます。はい、さあ参りましょう。ではこちら、こちらはニードルズの膝出るパンツでございます。懐かしいですね。最近あんまり履けてないんですけども、これサイズが M だったかな、膝出るパンツの M サイズニードルズ。これは本当独自なシルエットですよね。持ってる方おりますかね。膝出るパンツ、女の子が履いてるとすごい可愛いんですよね。でこれはもう本当にもう職人さんみたいなボンタンのような着用動画はこちら、このような感じでございます。膝出る、ベージュの膝出るはねとても気に入っております。さて、はい、これはね、古着の3っていう三軒茶屋にある古着屋で買ったブラックの普通のスラックスでございます。これはね形すごい綺麗なんですよね。着用動画も同時に見せていくんですが、こちらはこんな感じですね。はい、やっぱりね黒い、これちょっとね丈が若干短いので、レングスがフルレングスのブラックのスラックスは今ちょっと探し中でございます。いいのもしあれば皆さん教えてください。はい、じゃあ続いてこちら、はい、これはねオーラリーのリネンのハーフパンツになります。これはまたねあの2018の SS かなの買ったブラウンのリネンのパンツですね。ハーフパンツをね結構僕は好きでよく履くので、このオーラリーのブラウンのシックな感じはやっぱり大人っぽくていいですよね。はい、あ、じゃあ一緒にちょっとこっちも紹介しましょう。これはもうハーフパンツ3兄弟で、キャプテンサンシャインの
オレンジ、ベージュ、ブラウン、ブラックといった感じの、これもね、着用動画、それぞれこんな感じでございます。キャプテンサンシャインのショーツはね、ショーツのハウツー動画でも散々ご紹介したんですけど、シュレットがめちゃくちゃいいです。で、少しワイドなシュレットなので、あんまりこう子供っぽくなりすぎない、で、張りがある生地なのでね、大人っぽくショーツを履きたいという方にはすごくおすすめなパンツでございます。はい、キャプテンサンシャインですね。ではこちら、どれで参りましょう。はい、こちらは分かりますか皆さん、これユニクロ U のレディースのね、ホワイトデニムですね。これもうなんか完売してしまっていて、再販もしてるのかしてないのかといったところなんですが、これやっぱりめっちゃ使えますね。パンツのポケットのね、前ポケットがちょっと小さいっていうのが若干の難点なんですけども、これはかなり気に入ってよく履いております。ユニクロ U はね、やっぱり値段がお安いので、白いパンツでもガシガシ汚れても気にならなく履けるので、とてもおすすめでございます。着用動画もどうぞ。さあ、もう終盤にかけてね、ヒートアップしてきて、あ、白パンつながりで先にこちらをちょっと行きましょう。はい、まずこちらはディッキーズの874ですかね。うん、874、ディッキーズ874ですね。あ、34、32だ。こちらはウエスト34のレングス32、それを若干裾を丈詰めてます。ディッキーズはやっぱりね、ワークパンツも昔から本当にね、ずっとあって、僕も専門時代からディッキーズって履いてきてたんですけど、なんだかんだ今このね、ウエストでしっかり腰で履かずに34インチぐらいをジャストウエストでベルトで縛って履くのがかなりかっこいいです。こんな感じです。結構いいんですよね。はい、で、白パンつながりで続いてはこちら。こちらはね、サンタモニカで購入した古着のスノーパンツでございます。これ結構持ってる方ね、なんか意外と多いというか、聞くんですよね、スノーパンツ買いましたっていう人。で、古着でお値段もね、5000円ぐらいだったかな、結構お安くて、まあ、難点はポケットがついていないので、下にハーフパンツを履くか、もうこれパンツ見えちゃうのでね、この穴からポケットがないのがちょっと難点です。でもシルエットはすごいね、独特な太めのシルエットでかっこいいです。すごいでね、ミリタリーのデザインなんですけども、雪のね時に履くパンツということで、かなりね、これもガシガシ汚れても気にならなく履けるパンツでございます。よし、残りはデニムだ。デニムに参りましょう。これ何分の動画になるんだ。はい、じゃあこちらはね、代官山王で購入したオーダーのデニムパンツです。ブラックデニムですね。これもよく履いておりますね。結構ハイウエストでストリートな感じになるので、 T シャツともラフに合わせたりとか、そういった感じで履いております。動画はこちら。かなりこれも気に入ってますね。安いんですよね、1万円ぐらいなので、低価格でいいデニム欲しい方にはおすすめです。はい、じゃあこちらね、リーバイスの503のデニムでございます。私501よりも503っていう形の方がなんか好きで、503の方がね、なんかね、いいんですよね。なんか501よりもちょっとこう今っぽいというか、シュッとしてるというか。これは本当にもう生デニムの状態で購入しました。リーバイスの503、裾が若干短かった、これメルカリで買ったんですけど、裾が若干短かったので、まあアンクル丈で履いております。これも着用動画見ていきます。はい、で、こちらもですね、これもね、503ですね。ちょっとダメージデニムかな。膝とかを破けて、このような、初めてこれ開いたバージョン、結構ダメージ加工、色落ちがすごいいい感じだったので、これ古着屋さんで買ったんですけれども、どこの古着屋かは忘れてしまいました。これ503だよね。あ、503BXX ですね。32インチ、さっきのもね、32インチだったかな。32インチぐらいを割とジャストで履くのがかっこいいと思います。薄めのデニムもいいですよね。さあ、残り3つ。そしてこいつも確か503だったかな。はい、503のウエスト33インチですね。 503BXX、まあ、デニムに関してはね、僕ちょっとあんまり詳しくないので、デニムに詳しい方は今度ね、ちょっと教えてほしいんですけれども、503のこれは古着で買ったアイテムでございます。結構裾がちょうどフルレングスなんだけど、
破けてるんですよね。まあでもこれもなんか逆に味で美味しいなと思って、これを着用動画はこちらでございます。なんだかんだリーバイスの503は3着持ってますね。はい、では続いてこちらはリーバイスの501でございます。でこれはね、なんかね4、5年前にその時の現行のモデルを買ったんですけれども、まあ、それを全部こう味を出していこうと思ってね、いい感じに味が出てきております。ただね、なんか今501よりも503の方が履くことが多くて、あでも501の方がタイトだな、確かサイズ感がタイトだ、まあ、ウエストがこれちょっと 30インチのウエストなので割とジャストサイズで、ちょっとこれ今度でも着て、あ着用動画こちらです。501もねいいんですよね。これちょっと携帯を当時ね、これ iPhone の小さいサイズか入れてたらこの iPhone の形になっちゃって、これちょっと残念というか、まあこれでもいいかって感じなんですけどね。はい、続いてラストだ、ようやくラスト、疲れたぜ。はい、じゃあ最後はねこちらシュプリームのデニムでございます。これねめっちゃいいんですよね。これは当時働いてた先輩のケンさんという方にね譲り受けたんですけども、これシュプリームのデニムなんだけど、形は501に近いって言ってたかな。でもすごいね、ちょうどなんかレングスがジャストでウエストで履くとちょうどなんかこう若干アンクル丈なんですが、これ割と最近はハイウエストに履いて T シャツインしたりして履くことが多くて、めちゃくちゃ気に入ってるパンツでございます。色落ちがなんか絶妙なんですよね。はい、これは着用動画もこちらでございます。さあ終わった。ちょっと足早に行ってしまったんですけど、これ多分20分ぐらいの動画になってしまってるかなと思うんですが、パンツ紹介動画でございました。お疲れ様でした。今回は私のおパンティーたちのご紹介動画でございました。ということでね、まあ今日は思ってたよりも長くなっちゃいましたね。最初説明ちょっと簡単すぎてまずいかなとも思ったんですけども、やっぱりこんだけパンツの数を紹介すると長い動画になっちゃいますね。まあ皆様のね、ズボンパンツって意外とねどこの買ったらいいか分かんない方も多いと思うので、僕もこれからもっとねいいパンツをどんどん買っていきたいと思うんですけど、まだね手出してないのがニートのパンツとかね、あと、まあ、オーラリーも今期前期あたりのパンツは買っていないので、そのあたりをちょっと見ていきたいと思っております。はい、ということでね、今回の動画が面白かった方、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でもお会いしましょう。それではアリー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 ウリーアリーベッダルチ、さよなら。